ですね、素敵なキュートで若々しい可愛らしいゲストの方に来ていただきました。早速ご紹介したいと思います。大学生の野坂さんと佐久間さんです。おはようございます。おはようございます。はい、そうなんですよ。この番組というか私が担当する番組の中でもしかして最年少かなっていうゲストさんなんですけども、大学生のお二人なんです。私にとってですね、ちょっと衝撃的な、あ、これすごいいい活動しているなっていうことをされているお二人なので、ご紹介したいと思ってご出演いただきました。どんなことをしているのかをちょっとまず私の方から紹介した方がいいですかね。どうぞ。お願いします。ちょっとお二人緊張しているようです。実はですね、つい先日あるチャリティーコンサートの中で素敵なプレゼンテーションをされていたお二人なんです。どんなプレゼンテーションをされていたかっていうと、実は東北の東日本大震災の被災地を訪ねるというスタディーツアーを企画され、実際に被災地が今どんな状況なのかということをレポートし、それについてのプレゼンをコンサートの前にお二人がされたんですよね。はい、はい。何とかがあるかな。でもそのプレゼンテーションが本当に私伺ってて心打たれたんですよ。実際問題ですね、そのプレゼンテーションの中でも野坂さんご自身が語ってくださってたんですけども、何かをしたいと思うけども何をしたらいいのかわからない。実際に行かれたの高校生の時だったんですよね。はい。高校何年生だったんですか、お二人が。3年生。去年ってことかな、ちょっと去年今年の3月です。卒業直前くらいのタイミングだったんだ。はい。実際問題、その被災された現地に行ってみたいとは思ってたんですか、もともと。そうですね。やっぱり家とかでもテレビ見てて、はい、で結局、まあ、被災地の様子は流れてるんですけど、だからこれだけじゃないなっていうのはやっぱりどこかで感じる、感じて、やっぱ行って自分たちで見て、それで被災地の方の話を聞いたら本当に被災地のことを知れるんじゃないかなって思って、はい、行くことを決めました。すごい。何人くらいでいらしたんですか。3月の時は最初に行ったのが10人少し、2回目に後輩が企画したのだと19人ぐらいで、あ、結構大人数に増えましたね。実際にいらしてみてどうでしたか。やっぱりテレビで見たものとは違ってましたか。そうですね。なんかまず着いて、はい、景色を見て、うん、あれって思ったのが、はい、実際今もう震災からかなり時間が、まあ、そんなに一応経ってますよね。経ってるので、うん、そのなんだろう、壊れた建物とかっていうのはそんなに残ってなくて、あと全部更地なんですよ。はい、でそこに行って立って、あ、ここに物があったっていうそういうイメージは全く湧かないので、なんか震災が起きたってことすら湧かないんです。なんか綺麗になってしまっていて、東北はもともとこういう姿なんじゃないのかなって思っちゃって、で行った後に東京に帰ってきて、その行った地域5月の昔の姿 のビデオを見たときに、本当に家とか建ってて、自分が行ったところと本当になんか全然違うところなんじゃないかなと思ったので、そのなんだ、自分の元々の知識とのギャップが大きすぎたっていうのを感じようか、ショックを受けるっていう感じですか。佐久間さんどうですか。その入ってきてから見たビデオの中で、私たちが、はい、お話を伺った漁師さんの家に、はい、というか、もともと家が建った場所に私たちが訪ねてて、それでビデオを見たんですけど、はい、でもしっかりしたすごい大きな屋敷がちゃんとあって、うん、でも私たちが行った時は本当にもうカッサラな感じで、仮設のちょっと倉庫みたいなところだけみたいなのがあるみたいなぐらいで、で実際問題そこに行って現地を見るプラス被害に遭われた方たちのお話とかもたくさん聞かれてらしたんですよね。はい、はい、
それで先ほどちょっとお話を聞いたんですけど、佐久間さんやはりお話聞いてショックを受けたり涙が流れてきたりとか、そんな感じだったんですか。はい、うん、それはやっぱりテレビで見聞きしてものとは全然違ってた。テレビとかでも見てたりとかもしてたんですけど、はい、でもたまにこうツイッターとかの SNS とかで見たりとかしてて、うん、こんなもんじゃないみたいな、うんうん、こんなものじゃないんだみたいなつぶやきとかがたまにされてるのを見てて、どういうことなんだろうと思ってたんですけど、はい、実際行ってみてこういうことなんだなと思って、たまに私たち行ってからすごくリアルな話とか聞かせていただいたんですけど、はい、ああいうお話ってあまりテレビでは合わせない、はい、ということはもう全然東京の私たち東京に住んでる人たちも全然その話が届かない、届かない、届かない、うん、そうですよね。だから私も知りたいって思うんですよ。知りたいし何かしたいって思うんだけども、本当に何がその人たちにとってちょうどいいことなのかが分からなくて二の足を踏んでしまうっていう感じなんですよ。きっとこの放送を聞きの方とか世間の方たち同じような気持ちの方いっぱいいると思うんですよ。先生、手を貸してあげたい気持ちはないわけじゃない。でも具体的に何したらいいのか分からない。でそんな中でお二人のように実際に現地に足を運ぶっていうアクションを起こすこと、実は野坂さんはスタディーツアーっていう名称をつけることにもちょっと抵抗があるっておっしゃってたじゃないですか、はい、うん、ツアーなんて言っちゃっていいのかなって。でも現実問題行ってみてやってよかったなって思われてるっていうことをプレゼンテーションでもお話されてると思うんですけど、はい、その辺のこともう少しだけお話ししていただけますか。そうですね、行く前はやっぱり、うん、そのなのバスをチャーターしていくとかかなりお金がかかることで、その交通費は交通費を出していくんだったらそれを保険した方がいいとか思ったり、はい、なんだろう、なんか自分たちが行ってもなんだこの人たちって思われるんじゃないかなって思ってたんですけど、うん、まあ行くだけ行ってみようってことで行って、はい、そこで現地の人と話すときにお話しさせていただいたときに、例えばあの時送ってもらった服とかは本当はいらなかったんだけど、いらなかったというか、なんか使い物にならなかった、うん、申し訳ないけど使い物にならなかったとか、うん、あと私たちが東京でなんかランドセル使用済みのランドセルをなんか送ろうみたいなプロジェクトがあったらしいんですけど、うん、そういうランドセルも実際やっぱり古いランドセルはなんか使えなくて、やっぱり結局新品のランドセルが必要だったとか、そういう、うん、なんか本当の需要が何なのかっていうのを知れたっていうのがやっぱり一番良かったのかな。缶詰がいいとか、ツナ缶が良かったですとか、そういう、そういう話とか具体的だ、ね、本当に具体的でそこはいいなって思ったし、ついにあの現地の人とお話しするともうその人たちは、うん、私たちの中いわゆる顔見知りっていうか知り合いになるわけで、そうするともともと被災地に私の場合なんですけど友人とか家族はいないので、はい、なかなかこう支援しようっていうのは気持ちがすぐには動かないんですけど、はい、今だったらもう知り合いがいるっていう縁ができたので、うんうん、そうですよね。その縁を持って今ならちゃんと被災地の支援を考えられるんじゃないかなっていうことで、そこではそうですよね。やっぱり顔の見えない誰かじゃなくて知ってる誰かのためだったらより身近に感じて具体的な行動を起こせますもんね。ご縁を結ぶっていうのはやっぱりその辺ではすごく重要なことだなって思います。うん、ちなみにですね、後輩の方たちが次なるスタディーツアーを企画されることになるんじゃないかなとも思うんですけども、お二人自身はそれを応援するっていう方法を取ると思いますし、また別の切り口で実際の支援をしていくこともできると思うんですけど、今後どんな支援をしていったら自分たちらしい支援になるって思ってらっしゃるのかなって、その辺聞きたいんですけど、どうですか。例えばミュージカルもされてるっていうお話があったじゃないですか。はい、そうですね、はい、大学で今地域の幼稚園とか小学校とか、うん、あとは発展途上国の町にミュージカルを届けよう、宅配しようっていう、それなんかボランティアに近い演劇サークルに入ってます。
はい、それを今度は被災地に届けようって、はい、まあ、子供向けの、今までずっと子供向けを作ってたんですけど、うん、被災地って別に子供だけじゃないので、うんうん、大人から子供まで楽しめるストーリーを作ってて、それを来年の3月に福島県に届けたいかなって。あ、素敵素敵、いいですね。それ佐久間さんは応援される感じですか？今、うん、ダンスされてらっしゃるんですよね。はい、ダンスしているんですけど、はい、ミュージカルダンスバッチリだと思うんですけど、どうですか？ぜひ、あの、できたら本当にぜひ参加したいんですけど、学校が違うんですよね、実はね。はい、なのでサークルという意味では別々のサークル、別々の学校なわけだけども、これなんか協力し合って同じ音楽ダンスっていうノリでいけたらなんか素敵な感じですよね。そう、そうですね。ぜひお願いします。ね、3月までまだ時間があるので絶対こうやはり若い方たちのエネルギーが被災地に届くと、やっぱり芸術っていう分野は場所を超えて年代を超えていろんな人たちの心を動かしていくものだと思うので、ぜひお二人の素敵なパワーを届けていただきたいなって思いますので、これからもぜひ頑張ってください。ありがとうございます、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。野坂さんと佐久間さんでした。ありがとうございました。